業界支持率ナンバーワン占い師で作家のゲッターズ飯田さんです。こんにちは。どうもよろしくお願いします。ゲッターズ飯田です。お久しぶりです。久しぶりですけどもね、本当に芸能界業界内でもう4万人超えたと。業界人くらいですね。まあ素晴らしいですけどね。僕もここ10年もう正直あなたにしか見てもらってないですよ占い。本当ですか。信用してます本当に。今日もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。今日ちょっともう時間ないんで、まずね、ざっくりですけど来年、はい、2015年はこれ世の中的にはどんな流れになりますか。一応明るい時代になるような流れなので、なんで特に遊び心が非常に大事になる時代になります。遊び心なんで、みんなで遊んだりとか、華やかなことしたりとか、まあ、みんなでバーベキューするとか、鍋パーティーやろうとか、一人で何かやるのも全然いいんですけども、できればちょっと仲間を集って何かやってみようとするとすごいいい時代になります。なるほど。なんでラキからもオレンジとか赤とか明るそうですね、はい、景気もじゃあちょっと上向きそうな感じですか。そして特にね、芸能関係が良くなると思います。なるほど。ちょっと楽しみですけどもね、はい、じゃあズバリ、2015年のですね、運勢のいい人、はい、これも星座ですね。星座で、はい、じゃあ10つまり11位から12位まであるということですよね、はい、じゃあ12位ちょっと飛ばして、はい、11位からいきましょうか。はい、はい、それではいきましょう。2015年運勢のいい第11位は、獅子座ですね。おー、獅子座。はい。ここ新たなスタートという、時なので、絶好調というより、勉強になることがいろいろ出てくる時なので、はあ、なんか資格取りたいなとか、まあ、ダイエット挑戦したいなって方は、獅子座、特に意思をちゃんと固めてやると良くなる年なので、はい、頑張ってください。わかりました、はい。ちなみにその干支とかであります？獅子座の中でも。干支ですか？干支になるとね、ちょっとね、また。あ、わかりました。じゃあ、とりあえず星座から聞きますね。はい、星座で。さあ、どんどん参りましょう。第10位は、カニ座ですね。カニ座、はい。カニ座ちょっと上半期やや、苦労しやすいの出てるんですが、夏終わりか秋ぐらいから、やっとやる気になったりとか、前向きになってくるので流れに乗ってくると思います。なるほどね。さあ、どんどん参ります。第9位。魚座です。魚座。魚座ね、キャラが変更したり、自分の道が変わるというとこです。なので、自ら、挑戦しようとか変化しようとすると、さらに良くなるので、挑戦してみてください。なるほど。スタッフでいる魚座いない？いないね、まだ。まあ、今のところ出てないみんな。お、いいね、今年ね。さあ、行きましょう。第8位は、お牛座ですね。お牛座、はい。お牛座自体がもともとすごいまっすぐ、行くタイプなんですが、ちょうどね、ちょっと魚座に似てるんですが、ちょっと変化が、出ているので、ステップアップしてみようとか、ちょっと自分でもレベルアップしてみようかなっていう、ちょっと高みを目指すと良くなる年なので、ちょっと上を目指してみてください。だそうですよ。さあ、どんどん参りましょう。第7位は、双子座ですね。おー、双子座。まだ出てないよ、俺は。さあ、双子座は。双子座、人脈が広がるのと、幅がかなり広がってきます。なので、見るものが、増える、やることが増えるという、ちょっと要求されることが増えるので、やや大変だなと思うことがあると思いますが、はい、結果的にはすごい自分の成長になる、年になると思います。なるほど。さあ、いよいよ半分中盤戦線。第6位は、ヤギ座です。ヤギ座。はい。ヤギ座2015年は恋愛運がいい時なので、恋のチャンスが増えたりとか、かなりいろんなところで遊びに出かけたりとか、楽しい一年になると思います。なるほど。わかりました。ちょっとミスしやすいんで。ヤギ座。はい。そこだけ気をつけてください。飯田さん自体何座なの？僕、お羊座です。あ、じゃあまだ出てないね。はい、まだです。あ、なるほど。自分の上げてるってことないですね。そんな子供みたいなことしないですね。ないですね。ないです。わかりました。たまにやりたくなりますけど、ね。最下位だとちょっと嫌だから、せめて11にしようとかね。さあ、というわけで、JF ゴールドラッシュ1曲お送りした後、ゲッターズ飯田さんが占う2015年の運勢のいい人、ベスト5の発表です。さあ、いよいよ2015年、運勢のいい人、ベスト5。来ましたね、はい、さあ私の、天秤座まだ出ておりませんね、はい、さあ期待しましょう。では2015年運勢のいい人第5位は天秤座です。うわー、来ちゃった来ちゃったって、僕いいか、5位、はい、どんな年ですか。上半期仕事運と、はい、金運の流れはかなりいいです。いいね。で、流れがぐーっといい分、後半ね、ややちょっと飽きてしまうこともあるので、はい、大きい決め事とか何か判断するんでしたら、上半期中に決めとくとさらにいい流れになると思います。後半飽きちゃう、いろんなことが。そうなんです。まあ、まあ、悪くはなら、沈むというよりグンと上がって、そうか、一回こう余韻みたいな感じ。そうそう、そんな感じ。前半に結構いろいろ頑張った方がいいですね。そういう年です。わかりました。さあ参りましょう。第4位はお羊座です。お、お羊座。飯田さんの星座ですね。はい。自分の道が、やっと見えてきたりとか、これまで頑張ってきたことが、あ、
こういうふうに自分が進んでいくんだなっていう流れが、できる年になります。でここね、本当仕掛けるといい時なので、なんか攻撃的というか自分をアピールすると流れがさらに良くなるので、いろいろ行動してみてください。なるほど、いいです。これも今自分に聞かせてる感じがまさに、いろいろ行動を移す、まあ、でもそういう時だなと思いながら自分でも思ってます。わかりました。さあ、いよいよベスト3です。運勢のいい第3位は伊手座です。伊手座、はい、伊手座は、5月6月ぐらいまでは順調にグッてくるんですが、後半からお金になる仕事とか、その後人生をすごい変えてくれる運命の出会いがあったりとか、かなり運気の流れが良くなります。なるほど。ここはちょっと地元に戻るとか、懐かしい場所に行くと運気が上がるので、ちょっと言っといてください。なるほど、わかりました。さあ、いよいよ3位まで来ました。続いてまいりましょう。第2位は水亀座です。水亀座、水亀座がちょっとしばらく評価されなかったりとか、まあ、大変だったところが終わって一気に解放されます。なるほど。能力が、出るとか魅力が急にアップするとか、かなりいい年になりますね。なるほど、わかりました。いよいよ1位なんですが、12位もまだ発表してないですからね。まだ出てない人いる？スタッフでいない？出てる？みんな出ちゃった？あ、そう。あー、そうですか。じゃあ1位の前に要注意、2015年第12位最も運勢の悪い星座は、12位は乙女座です。おお、乙女座。流れがね、ずっと14まで来てたんですが、ちょっとピタッと止まり始めてしまうので、まあ、悪いって悩むよりも、ここちょっと不慣れなことがいろいろ出てくるので、なんか自分に宿題が出るような時なので、あ、こういうのちょっとずつ課題が出たからクリアしていこうと、着実にやっていけばそんなに悪くないです。欲張るとちょっと失敗するので、儲けようとか、ちょっと人を騙そうみたいな悪いことを考えると悪くなるので、着実にやっていくということですね。わかりました。というわけで、栄えある2015年運勢のいい第1位は、サソリ座です。サソリ座、絶好調です。絶好調、狙い通り物事を捕まえ、もともとサソリ座自体がもうグッと狙ったら捕まえるんです。それはさらに行く時なので、お金を捕まえたりとか、もう結婚したりとか、いろんなものを決断したりとか決められるという一番いい流れになります、ね、なるほど。ということで、リスナーの皆さんいかがだったでしょうかね。1位がサソリ座、そして要注意の第12位は乙女座ということでございました。さあさあさあ、ね、ここまでバーッとやりましたけどもね、やっぱ気になるのは私、渡部、2015年ですけども、まあ、本当に毎年会うたびに見てもらってますけども、改めてちょっといいですか、ちょっとこのね、渡部の2015年も見ていただいて、はい。じゃあ一応両手をさらっと。ね、もう何回見せたかわかんないな、手相。いやでももう、だって、もう見た瞬間にもうお金の線がものすごいしっかりしてます、ね。こんなに、マジで？こんなに出てなかったですよ。出てなかった？あ、そう。赤くくっきりはっきり出て、薬指の下、わかります？どれどれどれ？ここも赤く、だって、あ、素人が見てもわかるぐらい赤くはっきり、縦で出てるじゃないですか。あ、この薬指の延長線上の縦に伸びてる線が。はい、その線が、赤く出てるとよりその運気的に増すんですけど、渡部さんもはっきり出てますもん。うわー、本当だ。こういう方は仕事が順調にいってる証拠か、収入が増えたりとか、そういう、まあ、金銭的に苦労しなくなったりとか、流れがいいのが出てる。もうね、本当に評価される。物差しがない世界だからね、はい、もう金だけなの、収入できるの。収入が増える減ったでしかね、もう喜べなくなってんの俺、本当に。分かりやすい目安としてはいいですよね。あ、そう、金運はいい。金運ってことは仕事はどうです、なんかにまたいろいろありそうなんです、2015は。そうそう、選択が2015年、はい、流れは、4年からずっと乗ってるので、問題なく、進むので、仕事運はいいです。大丈夫で、ちょっと今までやったことない仕事が来ると思います、はい、これが楽しめると出てるので、楽しい仕事が増えます。本当。なので、全然いいんです。特に誕生日以降の方が、渡部さん、長くなる仕事が来ます。ね、年末の方が大事になります。年末の方が大事、来年の、まあ、秋ぐらいですけどね。あー、なるほどね。そこが良くなります。ただ、渡部さん、一個、仕事も全然いいんですが、女関係が出てました。また始まったよ。2015。はい、どうなりますか、2015。はい。多分写真週刊誌気をつけておいて。いや、そんなね。そんな、毎年気をつけとるわ、本当に。特に。いや、2015は撮られますよ。撮られる。酒の席での女。先の席での髪の毛の長い、ちょっとセクシーな女と撮られるっていう。具体的。酒の席での髪の長い
セクシーな女ね、はい、気をつけた方がいいね。そこは取られる可能性があるので、うん、じゃあショートカットの子を中心に遊びたいなと思いやそうっすか。いやちょっとこれ、いや週刊誌はいいのよ。結婚はどうなってるんでしょう、まあまあね、恋愛運は。結婚は2015年はないです。マジで10早くて6です。 6？ はい、15はもう40も中盤ぐらいになっちゃう。そしたらだって2015はもうこれラジオですけど、うん、はい、最後の遊ぶ年です。もう遊べないです。遊び納めの年です。来年、いやもう収まっとる遊びは特に遊んでないよ本当に。あ、そう、コンパするのも15年までです。いやいやいや、打ち止めです。ここで打ち止めですか。2015年、ね、これ以上はもう占い上は、はい、うん、コンパしちゃダメです。わかりました。髪の長いセクシーなんだね、はい、で、どやっぱ JM とのお付き合いもね、おかげさまで長くなってきたんですけど、はい、どうでしょうね、はい、この番組含めて。あ、はい、渡部さんの運気自体が、一番輝いてる時なので、はい、特に生放送に強いって出てるので、スタジオパーソナリティ、あと役者、ああ、芸人は天職なので、これまだまだ良くなります。わ、嬉しいですね。わかりました。はい、あれ気をつけますね、写真週刊誌ね、はい、わかりました。さあ、そんな、飯田さんも書籍が今ね出まくってると、ちょっと順番に聞いていきたいですけど、まずはゲッターズ飯田の運命の変え方、これポップラ社より出てます、はい、これどういう本ですか。これですね、36年の運気を載せまして、うん、もういろんな、まあ、ずっと占い18年やってますけど、うん、結局運がいいとか悪いとかも、タイミングが悪いと、ずっとやっぱ悪くなっちゃうんですね。うん、例えば2014年いいですよって言ったら離婚しましたみたいな。はい、そういう時、いつ結婚しましたかって聞くと、やっぱ運気の悪い時に結婚してる。タイミングが悪いと運気がいい時に悪いこと起きたりするので、うん、そうか、結果タイミングがいい時に何かを決断していくことが、運気良くなるってことが分かりまして、それ僕自分でずっと実験して、自分が良くなるためにいい時だけしか僕物を買わないとか、仕事を受け取ら、まあ、取らないとずっと判断してやってたら良くなったので、その自分の実験が成功したということでこの本出したので。分かりました。まずそれが運命の変え方。そして、ゲッターズ飯田の金持ち風水、はいはい、これは何でしょう。これはいろんな金持ちの家に、まあ、行く機会だったりロケだったりとかする、まあ、多かったので、その時やっぱお金持ちにやっぱ共通点っていうのがあるんですよ、うん、お金持ちの家に行くとティッシュが置いてないんですよ。え、箱ティッシュあるじゃないですか、うん、あれをまんま絶対置いてないんですよ。あ、どういうことそれは。引き出しの中にしまったが基本なんですよ。へで、知り合いのお金持ちの人にこの話をしたら、いや、うちティッシュ置いてないよってほぼ言うんですよ。へえ、面白い。とかゴミ箱が全然部屋の中にないんですよ、うん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 、隠れてたりとか見えないとこにあったりとか。なるほど、ね、お金持ちの共通点があるので、やっぱそれをやっぱ真似るとやっぱり似てくるものなので、なるほど、分かりやすくこれがあると、はい、いうことですね。そしてもう一冊、ゲッターズ飯田の開運ブック、お金結婚出世を叶える法則、はい、講談社より。これは2014年の1月に開運ブックというのが出た第2弾でして、今回は自分の欲望について詳しく、さらにそのお金とか結婚とか出世に対してどうしたらいいか、ね、10か条みたいなの書いてあるんで、分かりやすく運気アップする方法をまとめた本ですね。稼ぎますね、また。いや、本当全部小銭ですよ、ね、小銭ですよって、またね、ということで、いやー、とりあえずまた年末になるかもしれないですけど、来年、今年本当1年ありがとうございました、はい、いろいろね、皆さんも今言われたことね、気をつけながら2015年乗り切りましょう。